記念写真、撮ろうぜ。いやあ、せつなけんきだよ。みなさん、4ヶ月ぶりですかね。記念写真、えーとね、4ヶ月ぶりぐらいに実況したクローゲーム。最近ね、第2話は出たそうなんで、やっていきたいと思いまーす。ツイッターの方で見よったらね、作者さんのツイートを見る限り、第2話は、第1話とは、比べ物にならんほど、怖くなってるそうですよ。 記念写真。それが呪われた写真になる時が来るのかもしれませんね。ど、これ、続きから選べばいいんか前回はセム残っとんよな、これ。これ、アフロ君の目の前でおるからな。引き続き、記念写真をプレイしてくれてありがとう第2話、はじまるよー <laughs> ゆるゆり、はじまるよーみたいな感じや。あっかりーみたいな感じになるあっフロリーみたいな感じになるよっしゃ、じゃあ行くぜ ゆゆゆ、ゆり、ゆらららゆるゆりきたアメノセイよしほら、アメノセイさてさてまた来てくれて僕嬉しいこれさあとで知ったんやけどさアメノセイっていうこのキャラクターはさ実は VTuber らしいよねしかもそこそこたチャンネル登録者だ 持っとる人気の VTuber らしくてさ、この前 VTuber の雑誌に載っとったなーって。最近気づいたよ。前回の話を覚えているかいえー、確か、あのー、地下になんか <laughs> 儀式場みたいなもんがあって。かえっ、ー、と、関心 あのおっさんが一人巻き込まれたみたいな感じになって終わったよねどっちかって言ったらホラー要素はちょっと少なめだったかもあるあと浩太が呪われて狐の霊に取りつかれたことあるよね4人の純朴なキッズ達がえ記念写真を遊んでお金を儲けておまけに日記気者になったんだ雄大やそれ雄大の話やな雄大 <laughs> がすごい最後バズってさ <laughs> 有名 YouTuber の仲間入りしたやな 怖い目にあってこれると思ったら、大間違い今日もまた記念写真に夢中のようですよあ,あもうどんどん闇の世界に入っていってるからな、これやめとけって言うてもさ、金の力ってさ、なかなかブレーキいかないんだよなよし、みんな覚悟はいいあー、そのために夜の学校に潜伏したんだろうもうちょっと犯罪まがいのことをはかねないような流れになってるからな 見つかったら不法侵入確実に怒られますね。もしかしたら定額とかあるかもしれない。てか、こうたお前はメガネ買え。絆創膏でどうにか直してんじゃないよお前。もう入っているんだから同じことよ。やるならさっさとやりましょう。からめあんたは珍しく元気ね。もうここまで来たら付き合うよ。夜の学校ってのも貴重な体験だし、貴重な体験で終わらすなよ、お前。 絡め、その息よ。誰も止めない。誰も歯止めを止、ま、歯止めをしない奴らばっかである。さて、改めて説明するぞ。今から我々がやるのは暗闇隠れんぼだ。暗闇隠れんぼルールは簡単。みんなで隠れ、一人ずつ探していき、最後にその人形のもとに戻ってくるだけ。一人かくれんぼになんかちょっと近いな。 誰人形だそれ。ソロ人形、雄大が作ったんだ。似てる雄大。雄大 <laughs>、お前、意外と手先器用めっちゃうま。なんか、雨のせいの相方みたいなやつ出てきたな、お意外な才能があったのね。可愛い,い女子にモテるわ、お前。それ、それだろ、お前。それをインスタグラムにアップしとったらバズるぞ、お前。 なんかバズらせたらお金もらえるようなサイトとかにアップしてらさ、お前それいけるぞ、お前。割と、お前。YouTuber 目指せ、YouTuber。え褒めてんだか笑っているんだかまあいい。よし、コータ。刺すのは任せぜ。えー、僕がですか <laughs> そのポーズはやだよ、お前。<laughs> <laughs> <laughs> そのコータのポーズなんな、それ。 <laughs> 元気だますんよみたいな感じになってるよお前オラに元気を分けてくれそうだ大役は任せたほら黒カッターでグサッと人形を刺すのかわいそう暗闇かくれんぼのルールです最初に人形を刺す必要があるここは公平にじゃんけんだよ負けた人がやるのそうかじゃあさっ じゃーんけんぽんずかーよしえあ、う私の負け。はいや、あなたの負け。何で負けたか明日までに考えておいてください。ま、もしかしたら明日まで生きられない可能性がありますけどね。ほら、いただきます。はははおい、任せたぜぐさっと1枚 さん大丈夫ですかなんなら僕が代わりにおなんか女の子にはさせられないっていう浩タの男らしいところがちょっとかゆま見えてるから、ね、めっちゃお前汗かいてるいいよ私が負けたんだから人形を引き裂けばいいのねこれが主人公の定めですからね結局主人公をやるっていうのはそれが定めですからね 顔のあたりから、でー切り裂いたそこ、そこじゃないっす。俺結構頭の上から切り裂いたはずなのに、頭の上はノーダメージだったんだけど、首切り裂いたんだけど。人形さんよ、次は愛が鬼だから。さ、みんな隠れるぞ。愛うまく私を見つけてね。退屈すると帰っちゃうよ。愛さん、頑張ってください。 できれば僕を最初に探してくださいね誰を最後に探すみたいな誰を最初に探すみたいなかんくれんぼではあるか、はあどうしてこうだったんだろうポン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 それでさあのアイちゃんが誘った顔だとしたら自業自得というね <laughs> 言い出しっぺがひどめに合うパターンのやつやからなアニメでよくやるやつやからなお前 誰が言い出したかはわからんあその言い出したところの話かなこれ夜の学校に侵入するにはどうすればいい唐突になんなの雄大今度は何を企んでるわけ雄大が言い出したんじゃ何って次のミッションだよ夜の学校がふさわしいと俺は考えたわけまあ確かに邪魔も入らないしいいと思うんだけどさ 今から行っても閉まっていて無理だよ。玄関には防犯装置もついているみたいだし、うん、吉田沙織がおるぞ。防犯設備会の吉田沙織がおるぞ、お前。R-SOC っ,ってやね。現代の学校はセキュリティが厳しいです。無理に入ろうとすればすぐ捕まりますね。うーん、じゃあ無理ってことね。はい、結論出ました。諦めましょう。 ゆうた、何かいい案ないかそうですね、昼間は普通に入れるのですから、夜までどっかに隠れててもいいんじゃない最初から中に入れ,ればいいんだ。あ、アイちゃん。それ、数時間後の君がひどい目に遭うやつだよ。めっちゃ目光ってるし。なるほど、そりゃ名案だ。 じゃあ、明日、早速結婚しようぜ。何をするかは明日のおさら楽しみだぜ。俺が用意しておくからな。三人でやってね。私はもう、こりごり、バレたらどうするの <laughs> とか言いながら、お前、数時間後、結構、ノリノリになってるからな。もう、入ったんだし、今更、仕方ないわよね、みたいな感じで、もう <laughs>、開き直っとったぞ。もう、思いっきり開き直っとったぞ、お前。 夜の学校って魅力的じゃない小説の参考になるかもよ。おい、私を悪の道へ誘う気ね。確かに実は夜の学校を見てみたい気も。それに今は、用務員さんいなくて、戸締まりも手薄みたいだし。おい、あなたね、これは私がついていかないと、あなたのことが心配だよ。<laughs> 母性感じてるよ。<laughs> おかんの発言。 気前だな。この4人でやるっけない。俺たちでこの記念写真をとことん制覇してやろうぜ。この前みたいに一人で抜き書きしないでくださいね。雄大。お、おい、コウダも言うようになったな。あれは抜き書きじゃないチャンスだったんだよ。くすくす。まあ、おごってもらったし、許す。明日が楽しみだね。ハーゲンダッツ50個ぐらいおごってもらったんだろう。うどうせお前。 というわけで、今に至るさっきは痛かったな誰だ <laughs> 雨のせいどこから痛みを食らってたんだお前そう夜の学校に忍び込んで暗闇かくれんぼをやったら心霊現象も取れるってのを雄大が思いついたんだよね私たちもついうっかり乗っちゃったやる気ないでしょ いつやるの今でしょそのネタ古いでしょそうランキングが上がるもんね欲しいゲームもあるしよしみんなのを探しに行こう結局金の亡者だったわ欲しいもののために金を集める金を集めるためにこの記念写真をやるもう金の亡者様々だ トイレーえっ、ー、と、つまりどうなる探しに行けばいいよな、とりあえず。みんなを。さーて、みんなどこに隠れている意外と近くにおったりする。<laughs> 入ったーおい <laughs> のっきり構えている場合か、お前は。あー、すっきりした。よっしゃ、えっ、ー、と。まあ、あみんな隠れるんだったら、遠くに隠れてるだろうなって思うんやけど。 一応こういうちゃんと近くの場所も見ていきます。二階廊下から潰していきます。な、血だまりがー、血だまりがーできてるー。あははーん、血だまりがー、こういう時に写真撮るきないやつかな。これって血だよね。アイコ、それは血じゃないケチャップや。いや、映画で使ってた血のりだね。 人を騒がせな。あ、そうか、この辺り、確か、なんか映画研究部みたいなのがあったな、確か。ちゃんと掃除ぐらいしてったら、これ写真撮れるん邪魔なんかなアイちゃん邪魔になったのかなこうやって、こうすれば撮れる。あ、血玉りはそもそも撮れんもんなんか。オッケー。こんな感じで、なんかインスタ映えするような、うー、なんか置いたよ 何これなんか変なもん落ちてきたー。芋虫ポケモン。てーあ、なるほど、孤独か。あ、クレイジーハンドとかそういう話じゃなくて。あ。いや、もう意味ありげない落ちてき方してきたやん。落ちてきた場所とか落ちてくるタイミングとかはもうバッチリ狙っとったやん。ベストマーチやん、お前。仮面ライダービルドか、お前。 ベストマーチってきたぞお前なんか鳴き声かっこ,こで聞いてだけ気がするう、えーって猫の鳴き声っぽいんが気のせいかなあ鳴き声だあおここかこれはインスタグラムチャンス取れるかな取れないああ尻尾しか出てないからななんだろうあ あの時の猫だ前回出てきたな。猫を写し、猫写真もう一枚欲しいなどこに逃げたんだろうきっと泣き声が聞こえるはず。<laughs> なんで探す隊長が一人増えてんだあ、お前何たけしやってんだ何たけしやってんだよ、お前。青鬼のたけし。何からも追いかけられてないのにな。<laughs> あ、でもこれさ、絶対後で追いかけられてここに逃げ込めてきな感じのやつあるよ。 もうそういうフラグがビン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 乳首だよお前 <laughs> いやらしいよ<ー>科学室…ああそうかこれ裏 <laughs> 裏にすごい不穏な文字があったんよな前回ルールを守って命を守ろうポスターまあどうでもよかったあ大タイガー来ちゃった わあ、体育館すごい広いな。探しがいがあると言えばそうかもしれんけど。ボールでかない <laughs> ボールはでかいんやけど <laughs>。玉乗りできるサイズのバレーボールがあるんやけど <laughs>。ミカサとモルテン。 あ、ミカサのモルテンって言えばね、バレーボールの種類でして、この黄色と青と白のがミカサで、この赤、白、緑のトリコロールがモルテンです。なんで知ってるかって高校時代3年間バレーボール部だったからだよ。あ、校長室役ザやん。これ右から2番目の人役ザやんと。<laughs> 組長やろこの人お前 <laughs> 一番ひどいの人に関してはバイキングの小峠さなんやけど <laughs> 歴代の校長の見た目 <laughs> パソコンが置いてあるあ今の一応写真撮れるかな <laughs> 撮っても何でもないだろうけど撮ってみようかな <laughs> 組長何もなかった <laughs> 組長はインスタ映えしません残念でした あ、なんこれ血がついてる。あーおーえコータじゃないえ、でも人形く、ええらい細いコータ出てきたって思っただけで、コータちゃうんかこれこれって、コータに似てるかもなんでこんなところにかわいいね。写真撮っておこうかな。うわ、えー、あ、人形か。なんでコータ人形があるな。誰だコータのファンがいるのか。 この人形コーダイに似ている後で本人に見せてあげよっとえまさかコーダイほが人形に変えられた姿とかじゃないだろうな怖いよ安心モードとかあるのふーんのふんんしんモードあさっきまで、ね、ちょっとカメラこうやった時にこう。 あ、ちょっと明るくなるんがそれ、安心モード。うんなんかちょっと待ってなんか光ってるなんか光ってる <laughs> ベートベーンあ,あ、画鋲のやつね。<laughs> なるほど。定番のやつね。うわ、なるほど。暗いところにも実はこんなものがあったりするんじゃ。なーるほど。なんかあるで。なんかあるで。あれこんな落書き、前からあったっけ <laughs> 何でもありか割と何でもありかこの学校はしかも写真撮っても何もないという誰もいないああちょっと待ってお前隠れてなかったんかいガ,ガシャンってどっか言ったなこの中はかきあのかかっとったなそうだ あ、どうしたどうしたどうした何お前歯疲れたみたいな感じで、ね、座ってんのお前。カラ見つけた。あら、明らなかったわね。いやだ、だいぶ時間かかったわ。<laughs> 隠れるのやめてできたところを見つけたけんさ。もう負け。私の負け。負けです。負けました。敗北です。コウさんでーす。 だって隠れる気ないでしょ、辛め。なんかさ、急にバカらしくなっちゃって。辛めらしい怖くないの心霊現象って本当にあるのかなこの前の用務員さんの件、あれって。まあいいや、私はもう教室へと戻ってるからさ、残りのガキどもを早く見つけておいてね。え また私を一人にするの一緒に行こうよー大丈夫、何もないって。えっと、二の、二の、二年三組いるからさ。あとでね、<laughs> 何その坊主 <laughs>。ほれほれ、私姫ぞ私姫ぞ危ない絡め後ろ何え、ええー、え <laughs> やっぱり怖がってるんじゃないへへへ脅したかわいいぞもうやっぱり愛も子供のお仲間ねあ目赤になってるこいつあとちょっと定期的にこの安心モード入れとかな,なんかいかん気がするんよななんだこの赤い目 ずっと見られてる気がするとか <laughs> やばいよちょでーっと定期的に安心モード入れ光ってるなんか光ってるこれ使っていいかな何それ結局あはははそんな感じなんじゃごめんねなんとなく怖いのあなたあこれを これ調べた上で白いタオル使って、うぅー、アーオーマイゴーえ何これ血てるてる坊主、てる坊主、目から血が飛び出たよ。絵の具だよね。写真撮ってよっこ。<laughs> 現実を信じたくない。目の前のものを信じたくないのにもかかわらず、写真には撮るという。 記念写真中おつさてさあと2人どこかくれたかなまだ探しせてないところはいろいろあるんやけどオープン出しトイレ用足すなよお前なんかなんめっちゃ人集まってるよおい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  私たちだけじゃありませんねこの記念写真をさ撮りに来たっていうのをなこれこんな張り紙あったんじゃお猫の声いたっ逃げたーダメだったかーでも次こそは。 うん、何もないなー、てか残りの2人が見つからねえおっ何か落ちてるこれはカメラが落ちてるなんでだろう幽体離脱だー写真撮っちゃうもんねー消えたこれって心霊写真何かを必死に訴えているーいやゼロやんゼロやんお前

何か落ちちゃった。ロープ繋がってる。何だったんだろうなんか嫌な予感がしますけど。2>, 2階あたりおい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 。これ、やばいやつが見えるんじゃないですかね。そういや、2階ってさ、なんか窓のある通路があるよね。まさにそのあたりの位位じゃないんかね。こっち。このあたりじゃないんかね。この右の方にいたら確か窓がたくさんあった通路があったよね。廊下っていうか。あったよね、確か。 これちょうどいい感じで見えるんじゃないかなここちゃうかここんかなここら辺かなと思っとったんやけど。あ、違うな。もうちょい左か。<noise> ってことは、この辺の教室の窓から見えるパターンのやつかあーららあーららブランブラーンでブランコは楽しい。ブランブラーン ブランコ楽しいブランブラン。いや君も一緒にやるかいなにこれねえワクワクさんこれゴミゴミ袋に赤いペンで絵が書いてあるドキドキしてそうしちゃった。うーんこれはひどい。写真も撮ってみようかな。GET 写真はたくさん撮れるんやけどさお。なんだ雄大。<laughs> なかなか見つけてくれんからって、講義の電話を。アイさん。今、どこにいるんですか大丈夫科学室だよ。大丈夫の何も。お前らが、なかなか見つかってくれんから。科学室。あ。ねえねえ、コータ。 面白い写真撮ったんだ。え、面白い写真ですかそう、窓の外で首を振っている人形それって怖くないですかうんうん、むしろかわいい子供が作ったみたい。どうしたのそれ作ったの僕です <laughs>。<だ> <laughs> なんでだよなんでお前が作ったんだよ、こんなもんえ、うそ 言うたらしくないね。うたらしくないね。雄大に作らされたい,いえ。皆さんを驚くすため、僕が作ったんです。<laughs> お前、勇士よーい、シだな。どうしてとびきり怖いそれを写真に収めたら、皆さん家に帰ってくれるかなって。また怖い目に遭ってしまう前に。うたでも完全に失敗でしたね。うた、ありがとう。 あなたって偉いね。真面目に考えてくださいね。わかってるよ。すぐ終わらせるから。僕は、アイさん。あなたを心配して。あれー、ったお前。アイちゃんのこと気があるんじゃないですかね。まあ、私もいつも行き当たりばったいよね。そういうことでは。いえ。さっさと終わらせましょう。 ん、うんぐっ <laughs> じゃあさっさと終わらすんで、早くさっさと見つけて、見つかってください。ていうか隠れてないで、出ておいで。でないと目玉を報じくるぞなんだ公衆電話い,いきなりどうして公衆電話に 注目するか公衆電話か今時誰も使うことないしかわいそうそういえば私も経験ないな確か10円を入れるんだっけ <laughs> 今度は要からの興奮の電話まだ他の奴ら見つかんないのしぶといんだよ暗いし怖いもん 代わりにやるご遠慮します <laughs> 一緒に探せばすぐ見つかるやん来てや公衆電話の前にいるよ昔の異物怖い話をしようかえさサトルくんって話サトルくん 古くんダイヤのエース公衆電話から自分の電話にかけるそしたらさとるくんからかかってくるんだってさとるくんどんな声なのイケメン実際にやってみればわかるよそこなそこまで言われたらやればさとサトルくんイケメンでありますようにイケメンでありますように みんなが羨む、メンヒロに私はなるんだもんね。イケメンのサトル君を彼氏にして、受話器を取る。十円玉を投入する。ちなみに百円玉いけます。百円にした場合、電話できる時間が長くなります。あと、テレフォンカードってもうあるからね、これ。なにこの番号。なんか気になる番号ここにあるな何なにこれ。 <laughs> 誰も書けるわけがないよね。でも、私書けますもんね。はい。がー、がー、がー、4、3、2、1、1, 1、ゼ0、0、0。はい、書けちゃったぜ。は、は、は、誰も書けないから書けてあげるんだぜ。はい。こちら、あつま警察署です。警察 <laughs> やっちまったまう誰よこんなとこに警察しろ番号書いたのある意味ヒヤッとするね、これ。早 <laughs> くそこにかけてみる私も、私だった。だって電話番、号電話番号書いてくれたのにさ、かけてもらえないこの電話番号、かわいそうだと思ったもん、俺。かわいそうだと思ったもんね。わかった、ちゃんとやります。 えーっと、0 7 0 3 7 7 5六えなこれ、<laughs> サイクル四桁でシャープって何だお前ちょっと待ってわかってるよわかってるよ <laughs> !10 円でもそうしたわあ、今ちょっと帰ってきたよかった。 早押さなあかんなそう <laughs> だったっけこれでいいんか引き <noise> ずつ来たゃ <noise> えっと出なあかんでサトルくんおいでください サトルくん、さとるくん、おいでください。聖堂高校の S、さとるくん。んこんなのでいいのかなみんなを探しに戻ろうか。ああ、さとるくんか、今。あんまい決めンなかったな。え 大したたことなかっ人びたコメント10円を損しただけえ30円やな <laughs> 損したの30円じゃなかったっけもしかしたら電話局の陰謀説まあいいじゃない公衆電話初めてだったんでしょまあ新鮮な体験だったぜ残り2人の劇を見つけてさっさと帰りましょうあいつらがつきそうな場所探せば OK バイトあいつらが好きそうな場所って言われてもな二人ともキャバクラが好きそうやけんなーん何ああ雄大雄大雄大もなんかちょっかいかけてきたよよおはいイつになったら見つけてくれるんだ はいはい、ちょっと待ってて、待ってくださいね。大屈で死にそうだぜ。それで、今どこにいるんだ体育館だけど。ふーん。そういえば、バスケ部で聞いたが。真夜中の学校、連続でシュートを3回決めると、よくないことが起きるって噂になってる。やばっ嘘っぽい階段あ。あとなんでバスケットボールの目の前にある時にそんな話持ってくるなんでタイミングいいの どっかで見てるまあまあ、アイさん、体育館にいるなら、やらない手はないだろ。ええー、あ、ごめんごめん。三回連続シュートとか、アイには無理か。なぬ<何>まあ、いいか。さっさと俺を見つけてくれ。バカにすんじゃねえ三回連続シュートぐらいできるわやってみようかな。やるぜゲームの趣旨が、間違ってるやつ。バーの赤い部分で止める。 はいっもう割と難しいかもしれんな、これ <laughs>。ナイスシュートドヤ顔。はいっよい割とむずい気がするな、これ。3回連続になると割と失敗するかもしれん。はいっよっしゃ、うまいうまい私、わたくしやったぜあ、あれ <laughs> 引っかかった <laughs>。あれボールが落ちてこない 火かかってるのかなこれがよくないことしょぼい。つったらちょっと <laughs>、ボール取るのがしんどいだけやな、お前。うーん、正確だから、写真撮っておこうか。後でバスケ部に撮らせるもんね。その結果、ボールが詰ま、って目ついてるよバスケットボールに目ついてるよ、これ <laughs> お前の本性かそれがお前の本性かあ雨のせいもね電話かけてきたよお前, <laughs> お前が電話かけてくるんかあ,あああ不明からくるんやな雨のせいの場合はいなんかカウントされてるなもしもし なにこれ嫌いだなんかカウントダウンしよったなねえこれこれそこがそこだ,ーそこだーあやっぱ尻尾だけじゃ取れないえいっキャッチあーい,い わわわ待ってー <laughs> あららららららら。ダメかー。じゃないないない猫カラあ、お前おったんや。もう、あい遅いから探しに来てみれば何やってるのよ。だって二人ともおらんの。だって猫が、まったく、 お前も探すすごい人懐っこい猫ちゃんかわい可愛いかわいいも触るしゃあ辛みにだけ懐いてるみたいね絶望疲れない私絶望,私絶望私もっとゆっくり触ってあげればいいのよえぅそうだ写真撮っていいいいよ私の隣に来て撮ろう 了解よっしゃわあ、インスタ映えしますわ、これは。かわいい女の子と猫。へえ、一緒に探してよ。見つからんのよ、さっきから。 あ雄大、こんなとこおったんだよ、図書室。あ、図書室一回来たことあったのに、お前いつまでそんなとこおったんはぁ、<laughs> 出た <laughs> 元気玉を集めるポーズ <laughs>。いやぁ、あるある,るおっぱい。こうだ、見つけた。あと今、おっぱいって言ったああ、よかった。愛さんでしたか。なんだよと、なんだと思ったの おばっけもしかしておっぱいおばっけそれはありませんおっぱい小さいもんまあそれはそのそういった感じのでも何も起きなくてよかった何か起きた方が写真も撮れていいんだけどねお金より僕命の方は大事だと思うんですコうタ金は命よりも重いそうね コうタらしく真面目なセリフだね。以前、命からから逃げた件このアプリで調子に乗ったせいですよ。まあ、確かに。みんなが心配だから、来たという理由もあります。コうタ、ほんと、いい子ね。偉い。そして、エロい。でも、それにしては、だいぶ怖がっていたようだけど。ごはまだ見つかっていない人は あとは雄大だけね。アイさん、頑張ってください。僕はとりあえず教室に戻っています。お前も一緒に探してよ。<laughs> うん、ありがとう。変な遊びに付き合わせてごめんね。いえ、何事もなければ、それでいいのですが、絶対気があるよ、コウタ。アイちゃんに絶対気があるよ。手とかつないだら真っ赤になっちゃって、ゆでだごみたいに。ゆでだっけ、こうおったんだどうしたお前、コウタ、お前、変なところおるでなよ、お前。 変なとこ、ろ大た郎、ね、や、お前。あれこのマーク、さっきも見た気がする。何なんだろういや、こうた、こんなところによくおったな。めんだこやん。めんだこの絵みたいな感じなったら。さて。わあ雨のせい、また来たな。お前、暇か。お前、そんな暇なんか。あ、カウントダウン続きか、これ。 はいわ。カウントダウン結構進んでるなぁ。誰ですかいたずらなら切りますよ。今、学校。わ、メリーさんみたいなやつなややん。今、ここにいるのみたいな感じのメリーさんシステムやん、お前。近づいてきてるんちゃうん。走るな。うるせえアホ。 犠牲者ってなんだお前 <laughs> え。え私たち何これ気持ち悪い。写真撮っておくああ、気持ち悪いもんみたいい大体写真撮りたくなるもんな。それが記念写真プレイヤーのサガだからな。普通に写真撮られてる。あ、と、ゆうたの分の、え、コウタの写真が <laughs>。コウタの分の写真がすごい小さい。 他の3人に比べてこんなポスターさっきまでなかったにやっぱイベントをこなしていくにつれてどんどん進んでいく感じのこれまでなかったもんがどんどん出てくる感じなんじゃわあお前そんなとこおったんかゆうだい見つけたおせえよ眠りそうだったぜあ 一番偉い人のの立場の場所ってことかに雄,雄大っぽい気はするわ雄大が最用だよみんな見つけた何か信頼現象を見られたかクレアミカクレンボの間は霊が出やすいんだうーんもうそれらしいのはあったようななかったようなワイドあったわなんだそれつまんねえなあねえその印雄大が書いたの 俺は何もしてねえぜ何ななのそれなんかさっきから同じ印を見かけるのへんまあいいやとりあえず一度教室に戻ろうぜ何なんだろうだってこさこんな不気なマークさ鋼の錬金つつししか見ないぜお前なんか本文クルースとか出てきそうだぜお前 なんだろう